昔はなんか、まあ、制作会社とか映画会社とかに入って、AD から始めて、下積み10年でやっと助監督になれて、またそれから10年経って、なんとか監督のチャンスがやってくるみたいな、そういう道しかなかった時代がずっとあったわけですよ。それ以外はないみたいな。でも実はあったんですよ。実はあったんだけど、それをみんな、ないもんだと思い込んでただけなんですよ。エヴァンゲリオン作った庵野秀明さん、っていうのはもともと大阪芸術大学の学生だったんだけど、そこに岡田斗司夫って変な男がいて、本当に8ミリフィルムとかそういったものを使って、ウルトラマンの特撮みたいなものを自分たちで特撮のセット作って、予算は限られてるんで、本当につぶれ屋プロがやってるみたいなウルトラマン作れなかったけれども、才能があるんで、その構図とかね、そういったものは機材がプアなんだけど、なんか荒削りだけどすごいものみたいなものを作ったりとかしてて、彼らの夢って何だったか、夢っていうか彼らがやりたいことって何だったかっていうと、まずとにかく長編アニメ映画を作りたいと、その後 OVA を作りたいと、そして、テレビのアニメシリーズを作りたいと、この3つを掲げて彼らガイナックスって会社を作って、自分たちでねガイナックスって会社を作って、最初オネアミスの翼っていうアニメ映画を作ったんですね。でこれは、まあ、もちろん長編アニメって金かかるんで、自分たちの力っていうか自分たちの資金力だけではできないんで、どうしたかっていうと、バンダイビジュアルって会社に直談判して、俺たちこれだけこんな感じで作るんだって言って、金出してくれって言われて、パイロットフィルム多分自分たちで作ったんだけど、それ持ってって、バンダイビジュアルを説得して7、8億円ぐらい出してもらって、彼らは鬼神の翼って作品を作るんですね。僕は中学校2年生の時それ見て感動しちゃったんだけど、その後トップを狙いと OVA を作って、その後、NHK を説得して、不思議の海のナリアっていう、テレビアニメシリーズを作って、クライナックスっていうのは、自分たちのやりたいことっていうのを全部やったんです。で、岡田斗司夫社長はそこで退任をして、まあ、その後別の人が社長になったりとかしたんだけど、そこから輩出された人は、まあ、エヴァンゲリオンの庵野秀明を含めて、日本のアニメ界は今、ね、引っ張ってる人たち、まあ、世界的なアニメ監督がそこから生まれてるんだけど、別に彼らは、どっかの、アニメ制作会社に就職をして、そこで AD から始めてみたいなことをやってるわけでも何でもなく、ただの学生サークルから始まって、自分たちで資金調達をしてやってるわけですよ。インターネットも SNS もスマホもない時代にそれを彼らもやってるわけですね。僕たちは、その岡田斗司夫とか、その庵野秀明が、その一からアニメ映画を作った時とは比べ物にならないぐらい恵まれてるプラットフォームがあるわけじゃないですか。TikTok はあるし、YouTube はあるし、スマホのカメラでも全然十分映画を撮れるし、ね、スマホ用のジンバルカメラとか、iPhone で 4K 撮れるんだから、4K の映像あったら、まあ映画って撮れるよね、みたいな。ジンバルカメラと 4K のシステムあったら、iPhone で全然撮れんじゃん、みたいな。iPhone とか Pixel とかで撮れるわけですよ。だそれ別に自主制作でももちろん撮れるわけで、そういう選択肢ももちろんあるし、なんと今はですね、有名な映画監督がオンラインサロンとかやってるわけ。踊る大捜査線のね、監督とか、まあ、僕がなんか言ってオンラインサロンを作ったりとかしてるわけですよ。普通にそういった人たちで SNS で簡単につながれて、ちょっとした金払ったらオンラインサロンに入れて、直接監督からノウハウとか聞くことができるわけですよ。だから全部できるんですよ。映画監督に弟子入りすることもオンラインで簡単に、もうなんか月数千円とかですよ、多分。そこのオンラインサロン入ったら、その一流の映画監督のノウハウを直接聞けるし、自分たちで映像はもちろん作れるし、アニメーションだって今、ステーブルディフュージョンとか、そういったその AI の、そのいくらでもこういろんなキャラクターを作れるようなソリューションもできてるし、何でもできる。だから何でもできるし、自分のその、本当に手のひらでできるし、すごく恵まれてるんで、すべてやるしかないよねっていう。俺だったらすべてやります。俺の中で岡田斗司夫さんって、俺がよく言う、アマゾンの愚痴で、よくわかんない植物とかを取ってきて、調合してる人。だからもうなんか、怪しげな毒も薬も作ってるみたいな人で、まあ、ほとんど毒だと思うんだけど、すごいのは生まれてるわけですよ。だから、絶対ウォッチはしてるのね。俺はたまに定期的にアマゾンの奥地に足を運んで、最新の毒か薬か分かんないものの情報を仕入れて、自分なりに、あ、これはいいねっつって、コカ・コーラの原液を作ってるみたいな。ガイナックスの山賀博之さんです。山賀さんが監督をされたアニメ映画があって、オネアミスの翼っていう映画なんですけど、僕は中学校の頃にそれを 見たんですよ。非常に感動して、それがすごくよくできていて、あれ割と口コミで広がったんですよ。あの時代まだネットもないですからね。あれ公開したのが1987年ですから、岡田斗司夫さんと一緒にやられてたんです。
ガイナックス一番最初に作られたの岡田さんで、というかまあそのための会社なんですかね。そうなんですよ。そもそもで言ったらその一作のためだけの会社。オニオミスの翼を作るための会社だったんです。そうなん。今だったら LLP 作ってはい終わりみたいなところは、まあ制作委員会の LLP 作って終わりかな。構成メンバーは映画終わったら解散するつもり満々だったんですか。なんとなく残るもんですよね、そういうもんっていうのは。なんで山川さん監督だったんですか。僕が監督っていうか僕が言い出しっぺみたいなところなんで。ああ、そうなんですか。まあ責任取って監督やるしかないですよね。もっとなんか有能な監督が僕は例えば友達にいたらそいつにやらせようとかって考えたかもしれないですけど、ね。はいはいはい。でも今考えると奇跡的なメンバーですよね。まあ、その後みんな大活躍という。そうですね。おかげさまでなんとかなりましたね。この映画自体がもう就職先がないからどうしようみたいなところで自分らで作っちゃえって言って就職先作ったようなもんですから。頭が良くなりたくてホリエモンを見てる読んでる時と、うん、リラックスしたくてホリエモンを見てる時っていうのがあって、うん、後者のニーズに応えてないので、うん、どうしても人に役に立とうとしちゃうから、うん、後ろの方がよく分かんなくなる。で、自分自身もそもそもそんなものあんまり楽しんで見ないじゃないですか。そうですね。だからそこがポケットのように開いちゃってる。分かんないですよね。だから俺ちょっとこの間考えたんですよ。はい、占い師っているじゃないですか。はい。占い師ってなんで受けてるかって求めてるものを与えてるからだと思うんですよね。私はすごいいろんなことで悩んでますと。この悩みの解決方法を与えてくれるから痛いマッサージじゃなくて、はい、気持ちよくさせるマッサージをしてるんですよね多分占い師の人って。っていうふうに僕は思ってて、江原貴文をやればいいのかなとか思ったんですよね。君はこういう答えを求めてるよねみたいなことを、うん、でも僕のキャラクターではやりたくないんですよね。ここじゃあもうキャラもう一つ作って丸バレでもいいから別人だって言い張るのが一番いいですよね。そうですよね。それ俺できるかなみたいな。別キャラ立てて、うん、そっちの方はなんでかっていう論理を言わずに結論だけ言ってればいいんだわけですよね。そうですよね。あなたはこれをやりなさいみたいな、はい、知り合いでホリエモンという人間がいるんだけどっていうところから、うんうん、ちょっと元に戻して、またスッと。まあでも、俺ホリエモンじゃないから彼の言ってることはよくわかんないけどっていうのをやってる。いや、お芝居をやるつもりで。それもでも結局めんどくさいですね。